何がどうなったの？ここは一体どこ？私まだ生きてる。なぜ？姉さん、シルビア姉さん、しっかりしてください。姉さん、姉さん。シルビア姉さん、ここにいたんでガスね。ええ、ちょっと深呼吸をしたくって。船室でじっとしていると嫌なことばかり考えてしまうから。元気を出してくだせ。シルビア姉さんの悲しそうな姿をハッシュはもう見てられないでガスよ。あの日、魔王ウルノーガの凄まじい力の前になすすべもなく、私はもう死んだと思ったわ。でも私はまだ生きていて、目を覚ましたら世界は闇に落ちていた。アリスちゃん、私不安で仕方ないの。助かったのは私だけで、みんなはもういないんじゃないかって。姉さん、失礼するでガス。あの人たちは、姉さんの仲間は、魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか？皆さんを信じてやれるのは、一緒に旅をして世界のために戦ってきたシルビア姉さんだけなんでガスよ。ありがとう、アリスちゃん。私がこうして生きているんだもの、みんなもどこかで生きているかもしれないわ。いつまでもメソメソしていられない。あの子たちに会った時恥ずかしくないように、私頑張らなきゃ。それでこそシルビア姉さんだ。足はどこまでもお供するでガスよ。そうと決まれば行動あるのみよ。まずは近くの町へ船を止めて、世界の様子をこの目で確かめましょう。こんな暗い世界だからこそ、私たちにしかできないことがきっと何かあるはずよ。ここから一番近い町といえば、港町ダンハルーネデガスね。あら、ちょうどいいじゃない。それじゃあ、ダンハルーネの町を目指してシルビア号全速前進。ガッテン。そこのしょんぼりボーイさん、どうしたのかしら。あんた見たところ、旅芸人か何かだろう。金が欲しいんなら他を当たりな。俺は今一文無しだぜ。あら、それはダメよ。しょんぼりした人を一人にしないのが私のポリシーなの。
悩みがあるなら私に話してちょうだい。少しは心が楽になるかもしれないわよ。やっと目があったわね。私はシルビア。お察しの通り旅芸人よ。俺の名前は一徹。ホムラの里から来た鍛冶職人だ。情けない話になるが、聞いてくれるかい？俺は長い鍛冶修行の旅を終えて、故郷のホムラの里に帰るところだった。だがその矢先、命の大樹が落っこちてな。故郷に残したおっかさんのことが心配で、なんとかこの町までたどり着いたんだが、俺の運もそこまでだった。最近この町に現れた盗賊だ。土手頃一味に荷物を盗まれちまったのさ。ホムラの里へは丸腰で戻れる道のりじゃねえ。それによ、あの荷物の中にはスズランが入ってたんだ。もしもう一度おっかさんに会えたら、苦労ばかりかけちまったせめてものお詫びに、あのスズランを渡すつもりで俺は。お母様へのあなたの気持ち、痛いほど伝わったわ。私たちが土手頃一味とやらを懲らしめて、荷物とスズランを取り返してあげる。そいつらがどこにいるか教えてちょうだい。土手頃一味なら、町の南側にある値下げ合戦で有名な商人兄弟の兄貴の店で暴れていたような気がするが。ありがとう。すぐに戻るから、一徹ちゃんはここで待っていてね。さあアリスちゃん、行くわよ。旦那、気持ちは嬉しいがやめときな。荒くれ者揃いの土手頃一味にただの旅芸人がかなうわけねえじゃねえか。そういうことなら安心なさい。私たちこう見えてもちょっとだけ腕に覚えがあるのよ。ちょっと失礼。ところでシルビア姉さん、こいつらはどうするでげすか？盗賊団なのに武器の扱いも戦い方も危なっかしくて見ていられなかったわ。あなたたち、なぜこんなことをしているの？俺たちはもともと海の男だ。誰も好き好んで盗っ人なんかやってるんじゃねえ。命の大事が落ちてからというもの、海には魔物が溢れかえって、港はほとんど閉鎖状態になっちまった。生活は日に日に苦しくなって、今じゃ一日の食事になって満足にありつけねえありさまさ。あの日から世界も人も全てが変わっちまった。家族を失い助けてくれる奴もいねえ。それなら俺たちも変わるしかねえ。もう盗賊にでもなって生きていくしかねえじゃねえか。さあさあ皆様お立ち合い。私めが手にしているのは硬くて鋭い鋼鉄の槍。はっ。それ。はい。焼きたてをどうぞ召し上がれ。
親分ちゃんも怖い顔はやめなさいな。お腹がいっぱいになったら忘れてしまった笑顔を思い出してみて。待ってくれ。あんたは一体。ただのしがない旅芸人よ。スズランも無事だ。これでおっかさんのところに帰れそうだ。シルビアさん、本当にありがとうよ。今はこんなものしかねえが、受け取ってくれ。あら、ありがとう、イッテツちゃん。大切に使わせてもらうわね。後でホムラの里に寄っておくんな。その時にはもっとちゃんとしたお礼の品を作らせてもらうぜ。それじゃあ俺は行くよ。シルビアさんなら大丈夫だと思うが、道中気をつけてな。あ、気をつけて。シルビア姉さん、どうしたんでげす？今の私にできること見つけたわ。私ずっと考えていたの。世界中のみんなが苦しんでいるこの時に自分には何ができるのかって。その答えが今わかったの。私、人助けの旅に出る。一人で世界を救うことはできなくても、小さな人助けが集まればいつの日か世界を救うことができるかもしれないもの。さすがはシルビア姉さんだ。足はどこまでもお供するでがすよ。うん、話は聞かせてもらったぜ。え？さっきの盗賊だ。あっしらに何の用でですか？旦那、あんたと出会って目が覚めた。俺たち、自分を見つめ直したいんだ。あんたの旅に同行させてくれ。無事に戻れるかもわからない厳しい旅よ。覚悟はできているの？あなたたち。もちろんだ。うん。私、シルビアっていうの。これからよろしくね、みんな。よっしゃ。それじゃあ、ドテゴロちゃんたちにとってもいいものをあげる。一人一本ずつ手に持ってちょうだい。いやー、みんなとっても似合うわ。シルビア姉さん、これは？イッテツちゃんにもらったプレゼントよ。どうせ旅をするなら少しでも賑やかな方が楽しいじゃない。これで準備は完璧ね。それじゃあまずはこの辺りの土地を回って元気のない子たちを助けてあげましょう。ん？シルビアの夜助け大作戦へ出発！おー。
楽勝。Gentlemen, 本日はご来場いただき誠にありがとうございます。
さあさあ皆様、前を向いて。気分が落ち込んでいるからって下ばかり見ていてはもったいない。サーカスの終幕を飾るにふさわしいサマディ王国のスーパースター、帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。ようこそ。それでは登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける、希望の旅芸人シルビア。摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。今宵は最高のショーをお楽しみください。最高のショーだと考えてよ。違うわよ、みんな。シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。本当にありがとうございました。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。辛い旅だろうに彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れ笑顔を広げるその姿に。サーカスを休業するのはやめます。町の人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張りますよ。さあ、私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。あのシルビアさん、オイラたちシルビアさんの元で修行して一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。気持ちはとっても嬉しいけど、サーカスのことだってあるし、団長どうかしら。わかった、いいだろう。思う存分修行してきなさい。私はいつまでも待っているからね。シルビアさん、こいつらを頼みます。シルビア流の修行は厳しいわよ。ビッシバッシ鍛えてあげるから覚悟なさいね、あなたたち。ありがとうございます。イエーイ。
注意でガス。くらいな！まあ、こんなもんよ。シルビアさん、よく来てくれたな。お元気そうね。安心したわ。もしかしてそちらのマダムは。あなたがシルビアさんなのですね。私が一徹の母です。この度は本当にありがとうございました。命の大樹が落ち、世界が闇に覆われ、もう息子とは会えないのではと不安と恐怖に怯えて過ごしておりました。こうして息子と再び出会えたのはシルビアさん、あなたのおかげです。シルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく。まるで笑顔のパレードでですな。笑顔のパレード、素敵じゃない。みんな聞いてちょうだい。この世界は今光をなくした真っ暗闇よ。でもね、人助けの旅の中でみんなの笑顔を見ているうちに分かったの。暗闇の中で自分の無力さに膝をついても、明日が見えず泣き出しそうになっても、たった一つの笑顔が未来を切り開く。この世界に必要なのは笑顔。そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よ。シルビアさん。いえ、シルビア。お姉さま、私にもお手伝いさせてちょうだい。ん？親分さん、その喋り方。そうか、尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもりでガスね。さすがは親分、いい考えだぜ。俺、いえ、私もお姉様と一緒に行くわ。おいら、私も。うん、ありがとう、ありがとう、みんな。今日からあなたたちは私の仲間。そう、大切な仲間よ。私たちは世界中の人々を笑顔にして、暗い世界を明るく照らす希望の光になるの。名付けて名付けてシルビアの夜助けパレードよ。シルビアさん、息子をよろしくお願いします。俺、私も一緒に行くわ。これは
私とママからの感謝の気持ちをどうか受け取って。お姉様のよだすけパレードを彩るラブリーでクールなおみこし一丁上がりよ。私たちもお姉様にお礼がしたくって道すがらこっそり作っていたの。感謝の気持ちを受け取って。みんな私のためにありがとう。シルビア姉さん、泣くのはまだ早いでゲス。ほら、みんなが待ってるでガスよ。世界に笑顔を取り戻す。勇者ちゃん、みんなきっと生きてるわよね。再び会える日まで私頑張るわ。